スズメメカイゲチョウカに分類される鳥の一種。原産地オーストラリア、インドネシア、東ティモールの比較的乾燥した地域。イニューチプエルトリコ、ポルトガル、アメリカ合衆国。体長10から11センチメートル。くちばしは光沢のある赤褐色。頭から背中にかけて灰色で、くちばしの周囲と方に黒い線がある。尾は白と黒のぶ 雌ゆで模様が違い、オスは喉から上胸部にかけて特徴的な細かいゼブラ模様があるため英名はゼブラフィンチと呼ばれる。オスは頬がオレンジ色で下境部に黒帯がある。オスの方がくちばしと足の色が濃い。群れで移動し、地面に落ちた草の種子、穀物を主食とし、昆虫なども食べる。金花鳥には二つの足がある。 ティモールキンカチョウインドネシアの小スク島から、セルマタ島及び、オーストラリア大陸沿岸部に分布。グッタテキャステンウォーティス、オーストラリア大陸全土に分布。別種に分類されることがある。アッシュ間の形態上の違いは、ティモールキンカチョウの方がやや小型で、クリミミキンカチョウのオースの喉から上胸部に見られる、ゼブラ模様がなく、下胸部の黒帯も小さいことである。日本では、 明治期に輸入されて、以来課金化された歴史の長い愛顔町で、50種類以上の色があり品種が作出されている。並金華鳥クリミミ金貨鳥の原種と同じ灰色の品種。白、金貨鳥、金貨鳥の白化種を固定化した品種。雌雄ともに全身が白く、雌雄の区別は、オスの方が濃い口ばしの色を見分けることで行う。 古代金華鳥羽毛の黒い色素を失った炭鉱褐色の品種。ブラックチーク方のオレンジ色の羽が黒い色に変わった品種。す引きが下手で飼育下では放乱を行わないことが多いため、重始末が仮親として使用される。しかし現在ではヨーロッパから輸入された系統の影響でジーク金華鳥と呼ばれるほど金華鳥のす引きは一般的なものになってきている。 神経質な性格のため、庭かゴと呼ばれる木製の繁殖カゴを用いると成功しやすい。文鳥、十四末等と同様に手乗りに育てることも可能だが、ヒナのくちばしが小さいために細い給食器具を用意する必要がある。寿命は自然環境下では5年程度だが、飼育下では5から10年、長生きすれば12から15年にもなる。ありがとうございます。